界での戦いは熾烈を極め、連合軍の陣中は緊張した空気に包まれていた。そんな中、軍を挙げての大宴会が催されることとなる。これを聞いて激怒したのは右近と稲姫であった。不埒な酒宴を即刻中止させ、酔って騒ぐ不届き者たちを厳罰に処するため、二人は宴竹縄の会場に乗り込んだ。まさかこんなに大勢集まっているだなんて。酔って騒いで、まるで戦のような喧騒ですね。目も当てられぬ乱れぶり、厳罰に値する。稲殿、準備は良いな。はい、陣内の風紀を守るため、稲、突き進みます。宴はすでに始まっている様子。この大変な時に飲んで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生む。現に処分せねば。天使よ、書くか。オナゴと楽しく飲んでるっちゅうのは本当か。わしも混ぜてくれんか。ええ、どうぞ。しかし、いいのですか。美しいお彼方さんをお呼びした方がいいのでは。わざわざそんなこと言わんでも。宴を独り占めするつもりじゃな。ちょっと煽っただけで我が輩の読み通り。まあ、お嬢さん、よければ一緒に楽しまないかい。ここは秀吉殿に任せて二人きりで、ね。わしの目を盗んで女子を口説くとは、まったく油断も隙もない男よ。毒だなんて、二人とも不埒です。皆が成敗いたします。する者が多くいるはずだ。いろんな意味で楽しめたよ。さて、
女性たちの元に戻って続きを楽しもうかな。ハッカ殿の遊び癖、あの程度の処分では治らんか。今夜はブレイクだ。浴びるほど飲むぜ。いいんですか、長貴様。あんただけでいろいろ失敗してるでしょ、マジで。あ？てめえ、俺がこれ式で酔うと思ってんのか。酒を置いただけで我が輩の思惑通り。ちょっとウキンさん、聞いてくださいよ。長飛さんに絡まれてマジ超迷惑っす。何言ってやる。おめえが先に突っかかってきたんだろう。目に余る泥仕合を即刻止めねば。私が出る。勝負決める。わかりました。はぁ、見てらんないよ。じゃない、じゃない、集中、水晶、私の盾を。父を全部見ていた。正直恥ずかしい。悪かった。今日はもう飲まねえ。だから兄者たちには内緒に頼むな。ちょ待て、気分悪くなってきた。マジ俺帰るわ。酒に飲まれてるか。動かすぎて言葉も出る。お待たせしました、我が君。あら、いやだ、とんだ人違いですよ。誰かと思えば、私もあの人と待ち合わせなの。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。立ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。ずいぶん品のない格好ですこと。もう少し慎みを持たれたらいかが。耳障りな笛で男をたぶらかす人が品を語るなんて。あなたはどう思うか。品があるのはどちらかしら。それは剣界両成敗。それが今に答える。すごい、稲も負けていられません。遅いわね。今日は来ないのかしら。あの人のいない宴なんて物足りないわ。ここまでかき乱しておいて物足りないわ。計り知れぬ妙性よ。なぜ私がこんな目に遭わねばなりませんの。不愉快ですわ。いえ、あの、すみません。殺されるなんて、それないな。乱闘は収めた。無事に役目を果たせたか。ですが、この状況、むしろ荒れ放題と思えるのは気のせいでしょうか。皆の規範たる姿勢、崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。お楽しみかでしょう。あれに荒れた宴、全て我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。まさか全てはあの人が仕組んだことだと。許せません。よこそ。ひさき、
望み通り招かれてやった。ウヌの宴に大将打ち取ったのよ。これはこれは信長様って随分大勢でお一人でとお伝えしたはずですが、多勢の方が面白かろう。宴の余興はこれかな。バレちゃってたなら仕方ない。物どもかかれ、一騎信長撃て。いくら魔王の妃といえど、あの気高き美しさの前には霞んでしまうな。生き捨てならん。妖姫様の妖艶な魅力なぜわからぬ。死因を晴らすためにこんな大掛かりな策を。しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすと、両者とも見過ごすわけにはいかん。一生打ち取ったよ。私たちを利用されていたんですね。そうとも知らず騒ぎを大きくしていたなんて。ブラグナス皆殿、我らに課された役割は厳正なる処分を下すことだ。素敵です。イナ感服いたします。任せる。イサヒでウヌが主攻教授よ。ノブナナメ、俺の負けだ。とにかく女性に好かれる。秀吉殿には諦めてもらわんとな。女癖の悪さじゃ秀吉様が天下一、そこだけは譲れんぞ。やられるなんて。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。願おうか。とまみえるは誉れ。邪魔だ。邪魔だ。なんというぽよ。俺らに任せろ。お手合わせ願おうが、レバンダスを一緒に見せよう。
点取って不足なし。さあかかってこい。今は皆が力を合わせなければいけない時。なぜ乱すようなことをするのです。なぜならそれが悪党だから。わかるかな。わかんねえだろうな。わかりました。策と知っていながらなぜ煽るようなことを。理由など知る必要はありません。信長様の命ならば乱はどこまでもお供します。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。ここは逃げるしかない。だが我が輩は諦めんぞ。ここは引く。我が策でも止められなかったか。背中を見せるは恥だが、やむを得ん。素敵です。今感服いたします。よっ。この信長を楽しませてみよ。乱を楽しむとは不謹慎。この右軍則が厳罰に処する。お前は我が功とさせてもらう。さあ転がるぞ。収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一員がある。処罰を受けねばなるまい。そうですね。では誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。宴はまだやってるか。すみませんすみません、私が時間を間違えてたせいですみません。終わってたら終わってたでいいんじゃないか。どうも嫌な予感がしてるんだよな俺。おっと、あれは。お願いです、私たちを罰してください。きつく、きつく、お願いします。私を戒めてくれ。厳に、厳に頼む。そんな、無理です無理です。私にそんなこと。ナオトラ様、逃げないでください。お願いです、届きない稲に鉄槌を。ナオトラ殿、容赦はいらぬ。覚悟ならばとうにできている。驚いた。堅物の二人があんなことになるとは。よほどひどい宴だったらしい。宴で羽目を外しすぎるってのも考えものだな。遅れて正解。俺の勘今日も冴えてるぜ。